長芋とご飯を煮るとすっごくとろみが出てくるんですよ。はい、これがすごくね胃に優しい。どうも料理の兄さん、リョウジです。ということですね、今回はですね、なんとコラボ動画でございます。前回もね来ていただいたんですけども、なんと、コラボ回数トップのこの方に登場していただきます。どうぞ。どうも妄想兄さん、休日課長です。妄想兄さん、どうもありがとうございます。今日は前回も言ったんですけども、はい、前にねコラボさせていただいた妄想ご飯のこれがなんとラマ化したと。そうなんですよね。いや、びっくりですよ。ということでこのチャンネルは、まあ、いつもどうしようもないことをやってるチャンネルなんですけども、なんと休日課長が参戦しに来てくれるっていうので、いい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつでも来てくださいということで、今回妄想ご飯めちゃめちゃちゃんとしてるんですよ。妄想そんな書いてないですね。そうです、実はほとんどレシピ68品、コラム的なところが、これがドラマ任されるっていうものすごいことでございます。2人で、出させていただいたやつなんですけども、前回課長に、ナスの肉巻き、そうですね、はい、中華風ナスの肉巻きを作っていただいて、はい、うまかったですね。あ、よかった、あれはね、トモコへの愛がね、なぜか僕がトモコになってしまったっていう。いや、そうですね、前回見てください、もうこれすごい回ですね。すごい回ですね。さんがトモコになるっていう、はい、ということで今回は課長だけに作っていただくあれなんで、私が妄想しながら作って、いきたいと。課長は海外にいるトモコ。そうですね、はい、オーバーシーそう、僕も妄想しながらご飯を作りたいと思って、普段やってらっしゃいます。やんないですね。イメージしながら、その語りながらお料理を作っていく、その女性に向けた料理を。楽しみですね。課長ってプライベートでも結構妄想するので。確かに確かに。飲んでる時も結構妄想するじゃないですかね。それなんかすごく好きなんで、ちょっと僕も今回は妄想しながらやっていきたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ。では材料紹介いきます。今回の方は忙しい方なんで、お相手が忙しいんですよ、はい、ちょっと簡単なものにします、はい、材料はね、ご飯ね、パックご飯使います、はい、今回、はい、パックご飯ね、忙しいんでね、はい、さっと作れるようにね、卵が1個ですね。長芋、長芋はね、生のものでもいいですし、最近あの冷凍のすりおろした長芋あるじゃないですか、あれでも全然いけます。なるほど、はい、冷凍のものを使っていただくと、まあ、いつでも作れるので、より清江っていう。清江、清江です。お相手の名前は清江さん。清江さんですね。清江さん、どんな方なんでしょうね。清江さんです。ということで、今回は、その材料でやっていきます。はい、今回もちょっと妄想膨らますために何が必要かって言ったら、はい、やっぱお酒だと思いますね。課長にも付き合っていただいて、はい、今日4本目なんですけど、はい、乾杯。乾杯。清江ってどんな字なんですか。清江は、あの、あ、清い、清い、清に三髄の、三髄の A です。結構年上の方なんです。お子さんいらっしゃって旦那には先立たれてます。あ、なるほど、そういう方なんです、はいはい、どうやって知り合ったんですか。スナックで知り合いました。おー、なるほど。みんなで飲んだ後に、なんかみんな帰った後に、明日仕事だからってバーって風邪するじゃないですか、はい、ちょっと飲み足んないなってなった時に、はい、もう絶対に一元さん入れないだろうなっていうスナックがあると思うんでそこにちょっとコンコンってやった時に、ちょうどね、常連客さんいなかったで、その時に行って、初めてなんですけどいいですかって言った時に、あ、もちろんですっていう言っていただいて、で、そこで飲んだっていう感じですね。一応確認しますけど、実在してないですよね。実在してないです。実在してないです。すごいリアルだったんで、全部妄想。全部妄想ですよね。ずっとその話になっちゃうんで、やりながらやりながら、はい。清屋さんは、かなりお忙しい方なんで、まあそうですよね。お客さんがいれば、お仕事されてますし、いなければ、まあ帰れるっていう。お子さんで中学2年生ぐらい、はいはい、ご飯の支度もしなきゃいけないし、お酒も飲むんで、そうですよね、胃に優しいもの、長芋で粥です。すりおろしたいんで、ちょっとね、はい、これ買ったままのおがくずがついてるんですね、これね、はいはい、なんで、ちょっと洗います。はい、これもなんかドラマ化してもらってもいい全然差がそうですけどね、リュウジさんのね。これ全部は使わない、半分ぐらいで150g ぐらいなるほど、あれば全然いいんで、このままね、皮付きで剥いてもまあいいんですけど、ちょっとね、色がね、茶色っぽくなっちゃうんで、ね、この感じですね。わ、綺麗ですね、はい、でこれでちょっとすりおろしこれで大根おろしみたいなのでいいので、じゃあもう、はい、なんかすりおろしたパックとかも売ってますんで、これぐらいですねちょっとすりすぎたかもしれないですけども、すりすぎたかもしれない、ご飯はね、温めましょう。冷凍ご飯とかあればね、冷凍ご飯を温かく解凍してください。あ、なるほ
ただいて。じゃあご飯として食べれる状態に1回する。1回してくださいね。はい、あの冷やご飯でも全然大丈夫です、はい、はい、そしたらですね、はい、ここに水を、入れていきます。 260cc ぐらいかな。 260cc 、入れていきます。100ml あたり、10g ぐらいの塩分量のものですね、うんうんうん、はい、でこれをね、大さじ、1と、うん、2半ですね。2半いきましょう、はい、火をかけて温かいご飯、もうこれね、入れちゃうんですよ、これね。おー、なるほど。清江と呼ばせていただくんですけどこの場を借りて、ね、この場を借りて、はい、応援したいんです。あ、なるほど、なるほど。応援したい。その気持ちがこのおかゆ一杯に詰まってるわけですね。そうなんです、はい、ご飯入れたら沸いていきますんで、でここで、長芋。うわ、はい、白い、はい、長芋の、はいはい、あのムチンっていうね、あの、はい、とろみの成分っていうのが、はい、あの胃をね、あの保護してくれるんですね。あ、なるほど。だから遅くまでやっぱりお酒、お客さんに付き合って、はいはい、そうそう、飲まなきゃいけないので、やっぱりあのそのあたりもね、あの考慮してます。すごいな、はい、タンパク質ね、白身のタンパク質も必要だと思いますので。なるほど、ここに、ね、優しさで入れちゃいます。へー、はい、あ、ここに先に白身入れて、はい、入れちゃいます、はい、この感じでちょっとこう混ぜます、はい、と白身が固まってきますんで、はいはい、これすごいボリュームになるんで、これでね2人分なんですよ。本当だ、はい、長芋とご飯を煮るとすっごくとろみが出てくるんですよ。お、はい、これがすごくね胃に優しい。ここでちょっと味を見ましょう。あ、うん、塩ほんの一つまみあ、でもほんの一つまみですね、はい、そして混ぜていただいて、長芋はねすごく栄養素豊富ですし、うん、卵白も入ってますんで、タンパク質も取れるっていう感じですね。じゃあこれ盛り付けていきます。はい、じゃあできましたので、よそっていきます。お、ちょっと今日はね、キヨエさんに、あ、あ、優しい、ここをくぼませて、はい、卵黄はね体調がいい時にキヨエさんにね召し上がっていただく、はいはい、感じなんですけども、はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じでちょっと、あ、いいっすね、はい、ここちょっと一直線に、あ、一途な愛を表現してるんですか。一途な愛をね、ちょっと、あ、こうやって表現したらいいんだ、うんうんうん、僕が支えますっていう、これはすごいあったかい気持ちになりますね、うん、これ、はい、で、長芋が完成でございます。それではできましたので、はい、はい、じゃあ、いただきたいと思います。はい、なんかそんな辛かったんですか。お客さん同士が喧嘩しちゃってこれ本当美味しい、めちゃめちゃ美味しいです、これ。あ、うまいっすね。うまい、あまりもっと主張するのかなと思いきや、すっごい優しいっすね。うなぎみたいな感じになるんですね。風邪の時とかだと免疫力が低くなってるんで、卵も全部、あの卵黄も全部火通した方がいいかなと思うんですけど、なるほど、あるんであれば柚子の皮とかね、うん、柑橘系の皮とかちょっと散らしても、ね、合いますね。あれば、いつも僕自分で食べるっていうレシピをやってるんですけど、これは誰かちょっと疲れた時に食べてもらいたいなっていうレシピなので、思い出に食べてほしいな、これは。ということで、今日はありがとうございます。いや、こちらこそです、美味しかったです。僕も出演させていただいてる妄想もいくつか食べさせていただきましたけど、手早くできるのがすごく日々の使えるレシピになってると思いますので、見ていただきたいし、ドラマもめちゃめちゃ楽しみですね。今からめちゃめちゃ期待なんで、乞うご期待ということで、課長今日は、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまあ課長のね、あのトモコとはちょっとタイプが違いますね。ちょっとタイプ違います。タイプ違いますね。本当にタイプが被らなくてよかったですね。本当に、いやいやいや、もう全然、多分リュウジさんと恋敵にはなりたくない。あ、多分ね、あの多分あの好きな女性のタイプ全然違うと思います。よかった、全然違う。あの話聞いてて分かる。あ、本当ですか。何回も課長の話を聞いたけども、あんまり共感しない別にそれでキュンとしないなみたいな。そうですね、全く今日今回もだって同じ妄想してたらね、あんま面白くないですよね。え、ちょっとあ、やべ、かぶってるなみたいな。え、同じ人じゃないなんだか妄想上の彼女かぶってる。なんか海外行ってないよねみたいな行ってる行ってるみたいな、うんうん、え、もしかしてみたいなトモコって名前みたいな。え、よかったです。よかったですね、はい、僕も作りますね、トモコ。あ、そうですか、はい、あ、こ
俺は喜んでる。そう、ともこがなんて言うかちょっと知りたいですね。いや、ともこすごいリュウジさんに会いたがってる。あ、本当ですか。はい。それは嬉しいな。本当にリュウジさんに教えてもらったんだ。あ、ぜひぜひ。めっちゃ喜ぶ。じゃあ僕も清江を連れて行きます、ね、そうそう、ぜひ。そう、ダブルデート的な。ダブルデート的な。